天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんはこんばんは天才ピアニストの竹内ですますみですあのもつせんがねっていう話したいところなんですけどあの昨日に続くもつせんがね全然今日も食べ物の話しますけれどもちょっと先にね差し入れたくさんいただいておりますのでご紹介したいと思いますありがとうございますまずあやかさんからおいしい棒六本いただきましたありおいしい棒6本もいただいていいんですかええ ちょっとね6本もいただいたら、ねこれはい、ありがとうと言わざるを得にくいですねありがとう,とうありが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 とう,がとう本当にありがとうそしてコーヒー大好きさんからも美味しいもの6本いただきましてありがとうございます。ココーヒーーーヒヒ大好きさんはコーヒーの 尾藤の方ちゃんかに <laughs> 自身はコーヒー好きだからってね、うん、コーヒーを送るとは限らんのよ。なるほどね。押し付けないぞっていうタイプよ。美味しい棒で。そうありがとうございます。ますえっと他にもねたくさんいただいてるんですけど全部ご紹介しきれてなくてまだね、はい、申し訳ございませんが、うん、ええー、そしてピロロさんからも美味しい棒六本いただきました<わ>ありがとうございます。ピロロも六本くれてえー、こちら千葉です。 ピロロさん千葉の人なんや朝晩すっかり寒くなってきましたね最近の気温差についていけないババアナだしお腹の回転も目まぐるしくビオフェルミンと栄養剤ごくごく飲んで頑張ってます何かいい飲み物とかつぼとかないでしょうかね元気の源になっている毎日楽しみな私のマルチビタミン深夜おでんを聞いて心ほっこりしてから眠っています感謝感謝ですしい先日もゲリラライブとか本当にありがとうございますお二人も体を大切にますます頑張ってください応援していますということでねほんまお腹調子っってねどうや なんだろうねそれはねテーマやねこれますみちゃんもねいやほんまなんかヨーグルト食べたらとかバナナ食べたらとか一個目のやつ言ってくるやつね、うん、言わんといてほしい確かにもうやってる中ねな <laughs> もうねうん。もう古代からやってるそんな私そんなものねうん。そうよねそれで住んでたら苦労してないっていうねそうなのなんかもう便秘とね下痢を繰り返してねうんどうにかしてほしいわこれは難しいわよほんま苛田さんやないけど超捨てたいな <laughs> いやまあねあのー、アインシュタインの稲田さんは顔捨てたろうかなですけど真澄、はい、さんの場合は顔捨てたろうかな,てうかなっていうね。っていうよりかはね竹内さんとね超トレードしたいね <laughs> 絶対に嫌なんだけど <laughs> 貿易赤字なのよこっちはねあれそうえー、めちゃめちゃ赤字をほんと損しかねあなたじゃあ取り替えたらトイレ探さなあかんわよ私がうずくまった時いいよ探すよえー、探してあげましょうよ歩くの嫌いなのに、うん 私もう走り回ってねえから普段あそこあそこあこあこあったよますみちゃんもうちょっともうちょっとカバン持ってこかもうね私お腹痛垂った一言も喋られへんなのかなそう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 言葉発せやれへんから黙るからあかんほんま無理一気に顔色変わるからお腹が治ったらますみの人生は豊かになるんですけどねそうなんですよさそして博多のまこさんより博多のまこやな全くそういうことですねでもちょっと

ね。く方みたいなそう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 やね先生ね前回のラジオで真澄さんがおっしゃった「自分の機嫌は自分で直す」という言葉全く同感です社会に出てから自分の機嫌を自分で直せず周りに気を遣わせて迷惑をかけている大人をたくさん見てきました私自身もそれを見て反面教師にしてきましたそうね真澄のモットーですかね自分の機嫌は自分で直すとそうやねこれ自分の機嫌自分で直すの結構むずいね結構むずいからねなんかねその空気悪くなっちゃってさあ 「さっということで」ってなかなか切り替えてねむずいねんけどそこはねいいモットーですよでもそうそうでも危険をやってたら周りも乗っかってくれたりするからねそうそうそう私は飲食店で働いてるんですが毎日いろんなお客様がご来店されます大半はいいお客様ですが中には変わったお客様もいて理不尽なことを言われることもありますあるでしょうね飲食店はねお会計の際クレジットカードと駐車券を投げられたこともありますへえ家やっちゃなお前その時私も人間ですからイラッとします 当然です、うん、でも他のお客様には全く関係のないことなので、うん、その感情を持ち続けないようにしています、うん、イラッとしたときは裏で誰にも見られないように白目ひんむいてしゃくれながら白いあじゃ,あしゃくえ待って白目ひんむいてしゃくれながら小さくこで、うん、ああっと言いつつ食器笑っています、うん、我ながらひどい手段ですからちょっとこういう状態 <laughs> じゃまってもラジオでわからないのよ白目ひんむいてしゃくれてこういう状態じゃまずいう状態 すみません今日サムネイル見させていただきます <laughs> こういう状態の写真をあ <laughs> <laughs> ってたらまたあの博多のマコさんにゃみたいな顔みたことやね、うん、そういうことだねいやーこれは分かるなでもマコ、ま、さん偉いですねその他のお客さんにったもちろんイライラするじゃないですか、うん、でもそれを。 見せないようにってことでそれはね他のお客さん関係ないわけですから大変な仕事ですけどもお援しておりますねそしてピンチはチャンスさんよりえいつも爽快なトークありがとうございます私今までは朝の電車で聞いていましたが面白すぎて呼吸が乱れマスクの中でフガフガなるし肩は上下にカクカク揺れるしでどう見ても不審者ですなので明け方に布団の中で聞くようにしたら ちょっと起きる時間入らってるやないのほしたら目覚ましいらずになりました <laughs> モーニングコールのように使ってすいません天日光京の信者の皆さんがどのように深夜おでんを召し上がっているのか気になります<あ>ではたく武津さん真澄さんもどうぞ大切にしてくださいちょっと待ってこれ何さんピンチはチャンスんピンチはチャンスはねあの深夜おでんをお召し上がりになってるっていう表現めちゃくちゃいいですねもらうもらう真澄ちゃんもらったもらった <laughs> すいませんもらいました じゃないお召し上がりになってるんでしょうかってすごいいいですね。我々もいつもお召し上がりいただいてありがとうございますってことですね。はい、それでいきましょう。わあめっちゃいい表現。はいありがとうございます。ますええパクらせていただくことが確定いたしました。<laughs> さあ。あ お便り差し入れをおさんいいただいている中ですねまたまた今日も食べ物の話をさせていただきていやたーきも食べ物の話というかねもつせんの続きまだ言いたいんよ昨ののねもつせん五反田西口店の話をねまだしたいわそうなんよねすいませんちょっと正確な数値が分かりましてビールがね生中が499円で絶対ジョッキがございます699699そっちのがお得でございます結構しっっかかり大きたよねねビールを飲む方ははい そうなんかねその持つ線ねもちろんホルモンとか生もの系も多いねんけど、うん、なんかね<う>アホみたいなね。 アホみたいなメニューがねあの酔っ払った時に欲しなるアホみたいなメニューもちゃんと置いてるんやわそう例えばよ、うん、厚切りハムカツこれ頼んでないねんけどう、ねうん、もう味わかるでしょそう聞いてる方も、うん、これ、ね、冷静な時は頼まへんねんけどね、うん、なんかアルコール回ってきたらね頼みたいなんだそうやね厚切りハムカツ4枚入っててね299円一緒おソースがついてきてねあれもあんねんなアホみたいなのチーズを揚げて、うん そうチーズを揚げただけの春巻きの皮で巻いただけのカリカリチーズみたいなねあれも言おたら星になりましたろそうやねなっ<あ>休めにねそうほんで生ものもな昨日ちょっとあんま言えてないけど充実してたのよ、うん、炭刺し炙り炭刺しそ<う>初刺し炙り炭刺しがね399なのよどうよめっちゃ安ないめっちゃいいでしょでね普通さあのまあフライドポテトとかってあるやんか、うん、あるあるある、まあ、普通のフライドポテト そうじゃなくて、ガーリックフライドポテト。フライドポテトとか、うん、で私たちが頼んだのはね、うん、なんと。うん、里芋の唐揚げ。よー。これは、ね。良いという字でよー、ね。良いという字一文字でよーなのよ。里芋の唐揚げってさ。うん、ないよな。ない、なかなか意外と。っめったにない。うん、なんかこの。 じゃがいもとは違うまたねっとりした感じとホクホクねそうそう丸々一個揚げてますからはいはいはいそんなね衣とかはあんましっかりついてないのよそうなのよもう素揚げっぽい感じ近いよねほもねんかちょっとはついてるんかもしれんけどで芋にしっかり味がついて完璧でございますでねあのタンシチューとろとろタンシチューとタンのメニューがもう一個あってとろとろゆでタン ごめンシチューしか食べたことないねんな私らそうやねゆでたんの方はあの柚子胡椒味やねんけどいもわれわれはンシチューの方その時は行きましたねでもこれもね結構量入ってそうそうそう2人で分けてちょうど2人で分けてちょうどの量が3キュいいのよめちゃめちゃちょうどいいのもね辛いのもねやっぱ置いてくれてんのよねでね冷ややっこもねただの冷ややっこじゃなくてね青唐辛子冷やっこせやねだるももうこれ 良すぎてだるいのよでねかに味噌クリームチーズってねまあ普通にありそうなメニューはやねんけどんこれもね結構な量入ってて299円量多かったらほんまでねかに味噌ケチってないなあそうそう。なしっかりかに味噌やったよなせやねんせやねん、ね、ほんまにせやねんちゃんとあえてやってねせやね最高でした<高>ほんでさ昨日よだれ鶏の話したやん、はい、青よだれ鶏と赤よだれ鶏、うん、であごめんなさい青の方が山椒 って,言ってんはいはい、はい、で赤の方うね唐辛子つしついけどね、うん、それにパクチーのってんねやわせやねんでねんパクチーのってないやつもあるんのよのってないやつもあるのか乗ってないやつもありつつ別がるな別メニューだからこれほんまにますみ会議入った <laughs> せや、ね、ほんまに味の未来見えすぎちゃう私ら好みすぎんねんありネギタン刺し馬刺しもあるのか馬刺しもある ユッケも、大味味フライもアホみたいなな。タルタルのチーズもあるね。カリカリチーズ揚げと。味フライも百九十九円で。安いねー。美味しいねー。あれ。あ、ニラ入りマーボー豆腐。はい。辛さも選べます。ききね、最高なのよこれがとにかく。ほんでな何がいいってね、なんか締めメニューもあるんですよ。うんはい、ガーリックチャーハン、ソース焼きそばとかね、ちょっとやっぱり、うん、あの。 酒また腰になるやつね。でね、急にね、チキンラーメン。日清食品さんのね、チキンラーメン急にあの。急にただのチキンでもね、食べたなる可能性がね、否めない。で、皆さんね、一個だけ気付けてください。あの、デザートでね、モナカアイスあるんですよね。それだけ急に高いんですよ。あのね、鮮度。百九十九円とか二百九十九円。で、高くても、三、とかのメニューがほとんどの中。うん。 モナカアイスだけ490円で,、ね、ですか急におおとあのあのめっちゃめっちゃいいメニューばっかりで <laughs> うわこれも食べたいあれも食べたい安いないいなってなってて急に我に返ったように、うん、ちょっと待って、うん、そういえばお通し高いよなって思い出してちょっとブルーなんで <laughs> そうねほんでモナカアイス高くてブルーなんでよ <laughs> ただ皆さんね、最初と最後だけちょっとブルーになります。でもあのまあまあモナカアイスは、アイスは頼まないことできますから。でちなみに普通のあのモナカじゃないやつは100円です。普通のアイスクリーム。ただのアイスはね。はいバニラアイス抹茶アイスは100円です。そうですね。うんモナカになった途端ね、四曲曲なるんでね。そうなのよ。気をつけてほしいです。でもあのすごく雰囲気もいいし。はい。 1、ね、軒目で行っても2軒目で行ってもこれね意外とねあの安い居酒屋なんですけど私はデートで行っても全然嬉しい男と行っても男と行きたい <laughs> い,いや なるほどなあ,<ー>あそうかそうかまあなんか仲良くなれそうな感じするかも、ね、なんかそのあのね、まあ、大衆居酒屋やったら大衆居酒屋なんですけどめっちゃ大衆居酒屋よなんかね多分その企画考えてる人に女性がいるのかはい、はい、女性好みのメニューが結構多いからそうやねあんまりそのゴリゴリにおっさんおっさんしてないというかメニューがだからねそのパクチーとかは完全に女性目線やと思うんですよ里芋の唐揚げとかねはい、はい、確かに確かに ちりばめてあったね。春菊のナムルなんて。うんうんうん。あ、だから。なるほど。デートで行っても。そう、なんか、お下品な感じがないというか。うん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 。店員さんもね、アイス良かったですし。良かったです。そこまでうるさいお店じゃなかったし。あはい。時間がなさそう。おすすめです。皆さん。おやすみなさい。